おはようございます。勝則です。2024年10月19日、玉ひもを具材にした醤油うどんを作っていきます。作る順番、食べる順番は、昨日から仕込んでいる玉ひもの卵黄を使って茶碗蒸しが作れるかという実験と、同じく昨日から仕込んでいる手羽元の炊飯器にの出来次第になってしまうので、そこは断言できないんですが、必ず作っていきますので、最後まで、見ていってください。お願いします。材料ですね。材料は玉ひも 100g ぐらい、うどん1玉、冷凍の青ネギで、調味料は濃い口の醤油とみりんがあれば最低限 OK ですけど、これに、日本酒、鶏ガラスープの素、あるいは和風だしを加えてくださって、濃い濃厚な味にしてくださってもいいです。濃いめのだしを作ってくださって、そこに玉ひもを入れて煮てくださったらいいです。玉ひもどうしても体液がありますので、しっかりと水洗いしたつもりでもアクというのか、体液が固まった状態になってしまいますので、で鍋に、特に IH の場合は鍋に焦げ付きやすいので、焦げ付きないぐらいの量を入れてしっかりと火を通してください。なんだかんだ言っても内臓ですのでね、しっかりと火を通さないと心配です。で、濃いめの味付けにするので、水で薄めることなく、醤油、みりん、もしくは日本酒で、甘いのが好きな方は砂糖を入れてくださってもいいですね。で、しっかりと甘辛く味を絡めてくださった方が、後から入れるうどんとコントラストになって美味しいと思います。以前作った醤油とみりんと日本酒と鶏ガラスープの素で作った濃いめのタレにうどんをレンチンして混ぜる混ぜうどんも美味しかったですが、鶏ガラスープの素じゃなくて、まあ、鶏ガラスープの素も入れていいんですよ、入れていいんですけど、それプラス玉ひものうまみを加えて、このまま混ぜうどんにしてくれはっても美味しいです。このまま混ぜうどんにしてくれはっても美味しいですけど、今回はそうじゃなくて、わりかし濃いめにこう煮つけますやんか。濃いめに煮つけてから、本当はね、冷まして味を入れてほしいんですよ。本当は冷まして味を入れて一晩なじませてから、で再び今度は水を入れて、具材ね、玉ひもを取り出して、で薄めてうどんだしにしてもらうという方法があります。だけど今回はもう僕お腹減っているので、このまま水を入れて薄めます。水を入れてうどんスープにします。で、うどんスープにして、ここにうどん玉を入れて煮て、うどんの完成です。甘口のうどんですね。だからこの状態で作っちゃうと、あんまり玉ひもに味が入ってないんですよ。僕は薄味が好きやし、玉ひも自体の味も好きなのでいいんですけど、具材とうどんで、うどんスープの味の濃淡が欲しい人もいませんか。厚揚げ、きつねうどんのきつねとスープとうどんの味の濃さが一緒って美味しくないと思わはる人も多いですやんか。普通はそうですよね。濃い、 甘くて濃い厚揚げと、薄め
やけど味は薄いけど出汁がしっかり効いたうどんスープと、でうどんをそれを絡めて食べるのが美味しいんですから、前日からしっかりと玉ひもに濃い味を煮含めて、でそこにうどんをつゆにして薄めてから、申し訳ないですね、一人で作って一人で撮影しているのに何を焦ってグダグダになってんやろうって思うかもしれませんけど、小心者のジジイってこんなもんなんですよ。失敗するのが怖くてついついこうなってしまいますね。以前ね、同じように玉ひもうどんで作ったんですけど、以前のは塩味だったんですけど、今回は塩味ではなく甘辛味ですね、醤油味、甘辛味になってます。で、玉ひもの臭みをちょっとでも軽減するために最初から青ネギをちょっと入れてたんですけど、やっぱりそれでは彩りも見た目も綺麗じゃないんで、最後にちょっとまた刻み、冷凍刻み青ネギを入れます。料理動画はここまでになります。ここからは食事動画になります。興味のない方はお気に入り登録をされてから離脱されてください。お願いします。本日2品目、玉ひも醤油うどん、いただきます。うん、うまい。うん、薄味が好きな僕にちょうどいいですけど、甘辛いのが好きな方はもっと濃い味付けがいいと思います。まあ甘辛いうどんスープを好む人がどれぐらいいるかっていうのは分かんないですけど、僕はたまに食べたくなるんですよ。きつねうどんが好きで、本当はきつねうどんも食べたいんですけど、今あの玉ひもを消費しないといけないという状態なんで、以前も作ったことにある玉ひもの甘辛うどんを作ってみました。普通に僕が作ったみたいに醤油とみりんだけでは出汁が物足らない、水みたいやって思われる人も多いと思うので、鶏ガラスープの素を入れてくれはるか、和風出汁の素を入れてくれはるかした方がいいと思います。この後はゆっくり味わわさせてもらいますので、一旦動画を切らしてもらいます。あ、美味しかった。お腹いっぱいになってきましたね。あと2品か、多くても3品でしょうね。玉ひもの玉ちょうちん卵黄ですね。実験でこれで茶碗蒸しとか卵豆腐とかカスタードプリン作れるかやってるんですけど、ちょっと高くなってしまった卵ですけど、高くても普通に卵を使った方が良さそうですね。玉ひもはもう2キロで580円と安いんですけど、卵2パック分ぐらい玉ひもの紐付きで買えるんですけど、
使えたとしても紐を大量に食べないといけないので、紐ばっかり食べてられませんからね。あー、おいしかった。幸せ。うん。飲み込むまで待ってください。本日2品目、玉ひも醤油うどん完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録よろしくお願いします。